レンタカー会社のオフィスの前です。この車はジャックの K が手書きですね。そして、オフィスの前には学校があります。学校の生徒は制服を着ています。白い制服はパブリックの学校の制服だそうです。結構ね、車の通りは多いですね。路中が多いです。であそこに新しいビルを今建設中ですが、あの辺りは非常に危険な区域、昼間でも危険な区域だそうです。まあ、この辺りは比較的安全ということで外に出て撮影をしています。